そのまま抜けているが、まずはミサヤがファーストブラッド、クロウ、そしてタケジェイはロングからお散歩ジェット歩いてきた。いやこれ対戦取られてますよ。寄ってきましたが、アートがその先を見ている。アート後ろついた、レーダー取っている。ただバース、ここのアートが目の前に見えています。残っているのはラズ、下手ってるが、おジャンプでカバーに入ったか。しかもアブスレッドジェル抜きましたか。バースがミサイル抜きました。スポーン側からはレイタも迫ってきているというフィーリング。エルボー警戒ラズ、ハロノイヤ2人見えていた。マイクを取ります。そしてスポーン側からレイト上がってきた。キョンが取った。お散歩ジェットもバースを落としている。最後の1人、ここは取り切った。ただここは武器差、2人見えた。おラズ、ここはライトバック、2人も蹴った。いやタルトまで壊された。いや十分な仕事を果たしました。これスパイク確保されてしまってるんですよね、うわ固められてる。うわうマジか。アートがここのオーディン玉風勝負を挑む。ただクロウが入ってきた。ここはアブソリュートジュピターが、クロウがマイクを落とした。アルティメット来たのバース、着地しているがそのまま取った。さあランイットバック起動音が聞こえた。ここにクロウがハンターズフューリー、ハンターズフューリーって汗技ですねこれは。さあ裏からラーズ、人数状況は5対3、スパイクを拾い直します。ここで浴場も後取りしてるんですよ。さあお散歩ジェットがサイトの中に侵入を試みますが、ダカバすれ違っている。うわレーダーがこの中に張り付いている。これ気づけますかね。シャワーワンキル2つ目、素晴らしい。最後の1人だ。さあスパイクを止めたレーダー、キョンパラノイア構えています。人数状況はドビフリーレーターが取り切りました。さあワープも聞こえた。タケジェイがワープしてきている。ラズと挟み込んでいる。タケジェイがキョンを落としてマイクを気づけるか。ラズもいるがラズ取った。ここでスパイク落ちる。さああとヘッドに入れながらレーターを返した。ここでライトバック、いやばいてる。いやー襲いかかってくるのはこのラズです。スパイク落ちちゃってるんですよ。アートは大回りしているがスパイクが遠い。ラズの背後を取っているが見ている、止まらない。レイターはタワーからオペレーター、このロング、おー散歩ジェット、ここで浴場落としたの大きいですよ。シャバの竹城ヘッドショット一発で仕留めた。さあ黒タレスが中でどうだ、ミサイル返している。うわーここはバースのアルティメットを切ってから引いていく。味方の合流を待ちます。そしてアートが竹城抜いている。このまま抜けていく、手前まで取れてローテーション、マイコも追いついてくる。プラントまでこぎつけれるかどうか。これはいい動きですね。オペレーターもあります。さあ4ラウンド目が取れれば大きいフィーリング。お散歩ジェットはワープ先、ここに飛び込んできたのはレイター、待ち構えていた。そしてオペレーターでラーズを取って、スポーンサイドに2名、クロウとバース。フィーリングはここで固定放題がある。これは難しいですね。アビリティ何かしら打たないと。マイクがもう一つ残ってるのはバース1名、ヘッドル取ったキョン。ただここの放題に勝てない。スイカー起動しましたね。ただこれお散歩ジェットの位置はバレてないですね。ただお散歩ジェット後ろからはバースが近づいている。肩が見えた。これで4対3、滝で取り切ってるが、ここはミサヤがダブルキル。逆にシーカーお返しだ。対面バースブラストバック、少し食らっているが、ここでバースの打ち合いの強さが出た。黒残っているが飛び込んでいる。マイクをカット。さあ飛び込んでくるところを刈り取れるか。いや竹ジェイがアートを取り切った。アルペット起動前にミサヤ、素晴らしい。マイクをラズが逆サイドからやってきた。裏を取っている。 3on3 です。いやこれ裏早いですね。スポーン側にはレイタ、スパイクを設置、くぼみについた。うわおおギリギリ対面してる。ちょっと吸い付いた。レイタキレキレ止まらないぞ。8ラウンド目アブソリュートジュピター
たまにお散歩ジェット。さあやってきたキレキレのラズ。アランボット、ここはヒットしている。ただアップは代わりにバースが出てきた。体力状況もあまり苦しいところですね。え、マジでよ。はぁ、1HP ですよ。さあラズが迫ってきた。制圧するか、中高見えている。取れるか取れるか、キョンが壁を抜いた。しかし竹地、さあとここのバース落としている。キャリアも落ちた。このままフィーリング取り切れるか。人数状況有利。黒わずかなピーク、ダメージを与えて被弾はない。さあアートが止まらない。侵入は不正だと守護神登場。ただショックボルト、その間に舞妓が入ってきた。いやー、オーディン回収もするでしょうし、スポーン側からフィーリングが合流していきます。いやレータすごい一枚取ってますよ。ただ場所割れたか。ダカバギリギリ間に合うか。いや飛び込んで一本無理やり持ってった。あーおーダブルキルだ。ここでショーストッパー、危ない音が聞こえた。ロケットヒューズの時間は少ない。ここでロックダウン、無理やり取りに行くぞ。時間は足りるか。間に合わない。ロケット切れてしまった。いやーハートが守っている。スリオンツエリアはないが、ラズラズどうだ。ここが取られている。ミサヤがカバーに入った。裏警戒で残っていた黒。いやここでランプ側2人見ているぞ。これはミサヤがいい仕事をしました。クローです。あと30秒。挟まれてしまってますね。足音は聞こえているが、捉えた捉えた。3つ目お散歩ジェット。抑えてみまずヒューリーを切りました。ただバスミサイがカバーに入ります。さあアルティメット起動したラズを返したお散歩ジェット。人数状況は4対3でアブソリュートジプタがリード。ハンターズヒューリー避けながらラズ。いやこれお散歩ジェットの位置バレてないですよ。いい取り切った。オールドローン飛び込んでいった。いい、もう一人いるぞ。レイター、いや十分すぎます。視界を奪って設置やめない。うわーレイター飛び込んだ。プラントからそのまま持ってった。スポンサイドからアートクルが2対1の状況。これオーディンですからね。オーディンですよね。愛されているか確かめられるぞ。先打ち、愛したものは勝つのかどうだ。タレットもあります。タレット展開。ハーフまで上げれるか。シャワーに警戒している。タケジ全弾当たるか。順番は逆。マイクを取った。武器を回収。張り付いているぞ。いやーラズ恐ろしい。なぜ取れる。さあ区内も飛び交う中でテレポートだ。ユーサーぶっていく。これだ。7サーブで時間は稼げるか。タケジは追いのテレポートを警戒しているが、パラノイア、サイトの中を警戒している動きのレイタ。 3on3 です。ラズの体力気になります。うおーマイク取り切った。人数状況有利だ。フィーリング8ラウンド目たどり着けるか。観覧の旅だった。この手前のレイタが飛び出している。通った。タケジは苦しいぞ。苦しいが関係はないぞ。クラッチタケジ。いや本当にしっかりとダブルピークまでしていたんですけどね。間に合うか。レイタがここを落とす。ここまでだ。さあレイタ落としました。ミサヤ、ただラズはアルティメットを起動していた。 A ショット前に行くのいいですね。いい位置だ。取れるか。いやバース、ラズも HP。 アートを取っている。残りは2名です。ランプ側、そしてスポーン側から寄ってくるが、キョンの位置をバレてしまってますね。場所割れている。ランプに直接お見舞いだ。ショーストッパー、マッチポイント、このまま取り切りそうです。いやしかも前出ないんですよ。甘えない。油断はありません。おサポジェット、浮きは苦しい。ラツがツーマンセルで上がっていく動き。カーブボール、視界を奪っているがどうだ。人数は多い。ハイミット、ここは姿を消した。若干食らっている。ラズがアートを取っている。ただミサヤ取り切っている。ホットハンズあるがダメージが大きい。ホットハンズでキョンは落ちています。この体力、さらにペイント弾で結構ダメージ入りましたね。さあ3対3の状況です。スパイク持って大回りビリングですが、お散歩ジェット、これ A 面からバース落としました。スパイク、いやーレータ裏ついているが少ない。取っているミサヤ、
スパイクを間に合わせた。タケジェイが一番後ろから静かに近寄っ、ただ左に2名ダブルピークしている。ここもしっかりタレットなどの存在もありますから情報は割れた。マーケット3、あっとこれ B メインのラズ打ち勝ったか、バースがカバーに入った。そのバースを落としている。キョンとアートで守っている。残っているのはカーブボール。ここはお散歩ジェット取りました。いいショックボルトでした。さあ4対4です。いや、竹ジェのお得意のポジショニングですね。バリアオーブの横、逃げても無駄。あと30秒。さあここでアルティメット起動する。ミサヤ、え、無理やりいた。竹ジェのこの防衛ラインを突破した。今の打ち勝つの大きいですね。ここで小手放題。マーケットもありますからいいポジショニングつきたいですね。ミッド手前にはお散歩ジェット、アブソリュートジュピターはスポーンサイドに3名固まっています。パラノイア、マーケットもありますからね。ここでお散歩ジェット、ただカバーで入った黒。人数状況は2対3。キョンが打ち勝った。ここは硬いぞ。そのまま抜いていった。フィーリングが3ラウンド目を獲得。素晴らしい。てくるようなところ。アブソリュートジピターはここからどう取り返すか。さあここでハンターズヒューリーを切ったお散歩ジェット、落ちる。クローを取った。ハイミット警戒。ラズアートを落とした。そこ見ますか。結構時間もない状態だったんですけれども、スローブと止めた。お散歩ジェットがラズを止めた。レイタータワー下で守っているが飛び込んだ。マイクが落としている。メインからやってくるか。ショートからレイター、1名です。飛び出してきたのお散歩ジェット、素晴らしいですね。大きくキルを伸ばして4ラウンド目。今細かい。さあ準備は整ったか。残り時間は30秒。また攻める時間も少ない。ここでアルティメットを切ったか。ハンターズヒューリー、タケジェイがさらにダブルキル重ねていく。ここのラインを越えられないか。これ時間もないですね。そしてラズが詰めてきている。2つ持っていった。お散歩ジェットが取り返すものの、孤軍奮闘になる。時間は10秒。あと10秒。後ろから来てますね。このラウンドはチェックメイト。なんとか削りたいな。名手だ。抜き返してる。年季が違うか。これがオーディンですよ。しかし横を突かれている。タケジェがここを守ります。ヘッド取った。お散歩ジェット、マーケットに3名。アブソリュートジュピター、ここでライトバック返している。レイターがそこを待ってますね。人数状況有利はアブソリュートジュピター。キョン勝負どころ。ブレイズ右に追い入れます。レイタしか残っていない。キョンが完璧取り切った。さあ視点は変わった。スパイクを映画に運びます。フィーリング、ここでレイタ我慢強くワンピック取りました。さあフィーリング取り切れるか。ダークカバーありますが、そこバーサー抜けている。らしいか。ブラストバック、レイタがオペレーターで落としてるな。ミサヤパラノイアまで。さらにバース、あと飛び込むか。カバーがタケジェ、キョン1名での残り。最後はラズが取り切りました。追いついた。カバーがしっかりしますね。飛び出した。姿が見えた。取ります。カバーに入ってきている。アートの姿も確認できているが、タケジェミサヤが落としている。ただバースがカバーに入った。スパイクが落ちる。ダメ押した。ワープは間に合わない。そして A サイト。さあ今度は攻略できるか。 A サイト、パルネは構えているがヒットしている。レイター、いや後続が追いついてない。レイターダブルキル。スパイク落ちる。バース、さらに落としていく。キョンがカバーに入るが、人数はもう1名しかいないぞ。タケジェがバース落とす。そのまま取り切りました。詰めますね。急いでスパイクを回収して戻ります。ラズがマーケット入ってるぞ。
サイドには2名での守り、スポーンサイドからはキョンが打ちてくるが、おサンポジェット、バースを取った、アートがラズを落としている、完璧です、処理しきれるか、タケジェはいる、おサンポジェット、カバー入った、アートです、パーフェクトだ、かなりの人数見えたんですね、バレたらもう行くしかないというのがアブソリュートジュピターなんですけど、パラノイアが決まってます、残り1名、たまにはキョン、そしてマイコ、スパイクを設置、いやこれアブソリュートジュピターかなり幅広く取ってしまってるので、 A ショート側いけないですね、タケジェシェリフ仕留めた、人数は欠けていない、ただキョンがアレスでタケジェを抜いた、タレットがやられた、人数状況は依然不利、ここでパラノイア、ラズが追いついてきているが被弾が大きい、ダッカバー、いやここはカーボールからレイター、残ってるのはアート、モーターの逆サイドスリフティ、タケジェ、いやシーカー3つとも壊されましたね今、なるほど、いや壊されていない、残ってません、残ってますね、マイコダークカバーから飛び出た、体力の少ないラズ、木箱の裏、残っているのは1名、1メイン側のレイター、飛び出しているが2名で取り切った、ミサイルが手前でフレンジ、奥からアート、いやーいやーギリギリ見えていた、逃さない、ライトバック上がっている、そのままブレイズと共に駆け上がっていくか、取り切った、振り向いた、大谷横にはマイコ、ここはクローが取っている、ホットハンズギリギリ間に合わないか、ただ映画の取り方が非常にうまいです、流れるような連携で、ここはセーブですね、うん、プラント、スパイク設置完了、アブソリュートジュピター、さあバースがショート侵入、ミサイル落とした、アートが砲台構えているが、ここでアルティメットを切っている、バース、アートをショートで落としました、いや完璧だ、飛び出したところはラズが捉えた、抑えてます、これでプラント成功、大裏からマイコ、タワー上からお散歩ジェット、さあピークで見えました、高い場所からの奇襲ですが一発当てて体力リード、この城は崩せない、しっかりと味方のカバーが入る位置まで引いていきましたね、ガーデンが取り残されているお散歩ジェットだ、パーフェクト、フリーエイムが B 側置いています、カーボール先に展開してランヒットバック、さああとここは落ちたくないが、ラーズランヒットバックからお散歩ジェットを落としている、なんとか返したがカバーで竹地、エントリーが一瞬で攻略している、ただマイコバースをハイミット落としました、スパイクが一番上ですよね、いやただクローがマイクを落とした、いやキョンも裁く、クローがダブルキル、警戒されてますね、ガイディングライトと共に行くがあった、ジャッジ2枚組だ、なんとか取り切りたい、うわー、ディノータリング、マイクが空からスパイク落ちますよ、成功させました、マッチポイントの状況で解除はできるか、メイン側高いポジションから守っているタケジェ、ガイディングライト視界を奪った、2人で行くぞ、すれ違っている、タケジェバーストともにとか返しているデータも落としてますよ、残っているのは1名です、ラースメイン側位置も分かってます、カジに入っている、ギリギリ待っている、うわグラント中のバーストの体力を戻したタケジェ、ここで壁を除去していく、バリアオブが意味をなさないですね、チームをつけるか、残り時間少ない、ショートからはクロー、竹 J が打ち勝った、挟む動きでした、光っているが壁の外、アートがカバーに入っている、倒した、アート、どうだ、止まらないぞ、そのまま決めた、茨城に11対12ですよ、し
かしまだ購入はできる。なおかつフィーリングアルティメット状況非常にいいんですよ、ええ、これ A は入れるような形になってしまいますね。ガイディングライト、その後にオールドローン、いい位置だ。ラズが打ち勝った。ただオペレーター返しますよ。バスを返した。ポケットに入っているのはラズ、ワインに入っています。これちょっと逃げ出したいんですけれども、オペレーターの車線怖いですね。打たせてから逃げたい。カーボールで視界を奪うか。いや、被弾は最小限だ。ゴールサイトに侵入してくる。ここの守りです。アルティメットあるぞ。これハンターズフューリーで返せるんですよ。ここは苦労です。ハンターズフューリー、さらにはマイコモ体力かなり削られている。どうだ。いや、当たり当たってる。ラズがアルティメット、ランイットバックでヘブンのポジションを奪いに来る。背後をついた。今日落とします。さらに振り向いて姿は見えた。絶体絶命の状況。フィーリング、ブレイズ、炎の壁は勝利を呼び寄せるか。マイコ、クローのカバー、体力33、ヘブン下、お散歩ジェット、2on2、ラス、いやー、ここは最後決めきった。